今日は YouTube に載っていたエスパカリナの筋トレルーティーンをやっていきます。この筋トレでは足の引き締め、ヒップアップ、腹筋、くびれ作りと胸、体幹を鍛えることができます。マシンを使ってやっていた種目は家でもできる自重バージョンで、回数は初心者でも無理のない回数設定で一緒にやっていきましょう。まずはスクワットからです。足を肩幅より少し広めに開いて、つま先を少し外側に向け、股関節を曲げながらお尻を下に落とすイメージで下がります。膝がつま先より前に出ると前ももにすごく効いてしまうので注意です。あとはお腹の力が抜けて腰を反りすぎるのも良くないので、お腹に力を入れてお尻を突き出すように下がります。10回3セット行っていきます。しっかり効かすためには、下がった時に膝が90度ぐらいになるまで下がるのがポイントです。お尻に効いてる感じがあまりしない場合は、かかとに重心をかけるといいので、つま先を少し上げてやってみてください。太ももとお尻がじわじわきつくなってきたら正解です。次が最後のセットです。スクワットでは下半身の大きい筋肉を鍛えられるので、代謝アップにもつながりやすく、代謝が上がると太りにくく痩せやすい体になります。お疲れ様でした。続いて足幅を広げたワイドスクワットをやっていきます。足幅は肩幅の倍ぐらい広げて、つま先は少し外側を向けます。左上のように膝が内に入らないように注意してください。ワイドスクワットでは内ももとお尻を鍛えられて、股関節の柔軟性も高まります。さっきのスクワットと同様、膝が90度に曲がるところまで下がりましょう。これはあと1セットです。次はヒップアップ種目のヒップアブダクションをやっていきます。この種目ではお尻の横側を鍛えることができ、綺麗なヒップライン作りに効果的なトレーニングです。膝が90度になる位置に足を置いて、そのまま上に開きます。足を上げるというよりもお尻から上げるイメージでやっていきましょう。腰が後ろに倒れないように気をつけてください。続いて反対側です。2セット目は回数を増やして15回やっていきます。負荷が足りないよって方はゴムバンドをつけてやるとさらにきつくなるのでおすすめです。
次もヒップアップに最適なドンキーキックをやっていきます。これは手を立てて行うと腰が反りやすい方が多くて腰痛の原因になっちゃったりお尻に効きにくいので、今回手はプランクポジションで行います。お尻にグッと力を入れて腰が反らないように意識しながらやっていきましょう。次、反対側です。この私みたいに顔を上げるとちょっと腰が反りやすくなっちゃうので、地面を見ながら行うことをお勧めします。続いて、くびれ作りにいい腹斜筋を鍛えるサイドプランクです。まず頭、肩、腰とかかとが一直線に来るように姿勢を整えます。脇腹に負荷を加えながらお腹周りの筋肉をバランスよく鍛えることができます。足を重ねるとバランスが取りにくい場合は足をクロスしても大丈夫です。できるだけお尻が後ろに突き出たり上半身が前に行かないように一直線を意識して行いましょう。これ初心者さんには少しきついトレーニングなので、肩に負荷がすごくかかってしまうなっていう場合とかは膝をついて行うと少し楽になるのでやってみてください。バーピーは腕立て伏せの動作で胸を鍛えることができて、一連の動作を素早く行うことで有酸素運動にもなります。腕立て伏せの動作をやるときにお腹から落ちてしまうと胸にきちんと効かないので、腕の筋力があまりない方は私みたいに膝をついて行うといいです。手を置く位置を前にしすぎると肩に効いてしまうので、下がった時に胸の横に来る位置に手を置いてください。肘が横に広がらないように体に沿って下がります。私はゆっくりやってますが、素早く行って立った際にジャンプすると脂肪燃焼効果がアップします。
Racing through my mind, speeding like the Autobahn. I've been searching everywhere, 근데 네가 없잖아. Mucha pone que making time even when I'm on the grind. I hold up, nah, 아직 걸려. 처음 만났을 때부터 지금까지 떨려. All my days, I be on the way. 걱정하지 마, my baby. Everything is gonna be okay, that's my lady. 사실대로 말할게, 나 요즘 call me money, yeah. We on different continents, you know that my code you've said. Checking on my phone. 中から下がらないように気をつけてください。あと少しです。お疲れ様でした。明日もまた頑張りましょう。無茶だ보낼 때の계속 모르는 척해 I'm on my own but I got 20 things that I gotta say